はい、こんにちは、アルブル木工教室の辻です。ですね、今日は、ハウトゥーメイクのコーナーということで、内窓を作ろうというものをやってみようと思います。通常僕らの教室では、扉を作るときは、広葉樹などを、ちょっと専門的な機械などを作って、組み立てていくんですけれども、例えば、団地で、お住まいの方が、内窓を作りたいと言ったときにもっと手軽にできる方法がないかと思って DIY でできる扉というのを、作ってみようと思います。その内窓っていうのは何かというと、その団地とかで、よく結露とかが問題になると思います。外の外気と、中のその暖かい、空気の間で差ができて、その窓に結露するというような、そういう悩みも、たくさん聞きます。で、僕らの教室でも、そういう悩みに応えて、いろいろそのリノベーションの、お手伝いをしたりしてきました。で、もっと簡単に、その DIY で、その内窓が作れる方法というのを、今日はちょっと、ご説明していきます。はい、それでは、早速進めていきましょう。それでは、設計の、解説をしていこうと思います。これが今、取り付けたい窓ですね。既存のものになります。この寸法を測って、窓のサイズを決めていきます。で、寸法を測ったサイズというのが、こちらですね。図面を、起こしてあります。で、これ、ダウンロードできますので、URL から、ちょっとダウンロードしてみてください。で、先ほどの既存の窓の、内寸が縦は1810、横が1498。まあ、例えば、まあ、こういう、企画っていうのは大体似たようなサイズが多いので、まあ、一つ参考になるかと思います。ただ、まあ、ご自身のサイズをきっちり測って、それに合わせて計画していってください。で、それに対して、既存の窓枠にもう一つ、自分の窓枠を作ってやろうという形になります。躯体の方にあまり、いろいろいじったりするのは嫌なので、こういう SPF2x4 材ですねを、貼り付けたり、まあ、釘で打てる、釘やビスで、取り付けれる方はそれでもいいんですけれども、まあ、それが怖いと、いう場合は、例えば強力な両面テープとかで貼っていくとか、そういう方法もあると思います。はい。で、その窓枠を作る際に使うのが 2x4 材ですね。2x4 材。はい。この規格が長さ1830、幅89、で、奥行きが38、厚みが38ミリです。この38ミリというのが、今回キーになってきます。既存の窓枠を作る際に38ミリが左右に出てくる形になります。だから、既存の窓枠に増設する窓枠をつけた最終的な内側の寸法というのが、この1422と、1734という形になります。で、それをもとに考えていくと、窓、扉は2枚作りますので、先ほどの内寸を割る2すると、この数字が出てくるという形になります。で、これ今、きちきちの寸法でやってるんですけれども、実際には、ここからトータルでマイナス5ミリぐらいした方がいいです。この内寸マイナス5ミリ。この内寸マイナス5ミリ。できるだけ、まあ、きっちり、隙間なく作りたいんですけれども、まあ、やっぱり木は伸縮したり、もしくは作ってる最中にやっぱり入らなくて、また削ったりっていう作業が大変なので、そういうクリアランスを見ておくといいと思います。で、その窓枠の寸法が、出たところで計画していきます。どんな材料がいるかというと、まあ、こういう形ですね。で、私たちは、霧の修正材という、ものを使って、作っていってます。これがすごい軽くて安いんですね。おすすめです。ホームセンターにもおそらく売られてると思います。で、それよりももっと安い合板などもあります。最終的にペンキで塗ってしまうとか、そういう形であれば、全然、もう安いものでも全然いいと思います。はい。で、その寸法がここに出ていますね。今回、扉を2枚貼り合わせて、1枚の、扉を作ろうという形で算段してますので、ちょっと、それ、また後で説明しますけれども、この図面ちょっと見てみてください。で、2枚こう合わさったその差のところに、このアクリル、もしくはポリカーボネートを入れ込んでやろうというような形です。で、この寸法はあくまでこの既存の窓枠を、僕らが測って、それ用に作るサイズなので、ご自身で、この計算方法をなんとなく割り出して、きちんと計画してください。
で、材料、安いものを使っているので、僕らが作っているこれ、トータルで、2枚扉を作るのにも、1万円、かかりません。まあ、もしかするとちょっといろいろ、雑費で、ちょっと飛び出るかもしれないんですけれども、材料を選びさえすれば、1万円以内で作ることも可能だと思います。例えばこのアクリル、結構高いものですね。ガラスに代わるものなんですけれども、アクリルを使わずにポリカーボネートという、ハーモニカボードですね。そういうものを使ってもらってもいいかと思います。そうするともっと、予算の方が抑えられるかなというような形です。はい。では、次に、作業の流れを見ていきます。トータルを、全体を見渡しておいた方が理解が早いと思いますので、一つずつ追っていきましょう。まずは先ほどの寸法によって、材料をパネル層でホームセンターでカットしてもらいましょう。で、材料ができました。それを家に持って帰って、まず窓枠から作っていきます。ここで出てくるのが、このホチキスの強力版のタッカーですね。こういう形で、留め付けていきますよと。で、そのフレームが2枚出来上がったら、このフレーム同士をくっつけ、補強します。合わせる形ですね。こういう形で。はい。で、それを今度、まあ、釘、もしくはビス、なんで、まあ、仮釘でもいいですね。で、留め付けていきましょうという算段です。はい。で、フレームが出来上がったら、今度は内算を作ります。中算ですね。こういう形で、付け合わせる形になります。でも、ここをボンドで止めたり、釘で打つっていうのがとても大変な作業なので、より強度を出すために、合掛きという方法を取ります。合掛きの説明はまた後で、本編の方でさせてもらいますが、こういうふうにノコギリで加工して、特にノミがなくても、こういうふうにハサミが、やカッターとかで、加工していきます。なので、まあ、最低限ノコギリがあれば、できますね。で、金槌で合わせて、こういうふうにきれいにつきますよという形です。で、その後、その中材に対してアクリルの仕切りを入れて、で、あと取っ手をつけて、まあ、大まかに完成という形です。はい。じゃあ、これが、内窓の開き戸の1枚分ですね、の完成図です。まあ、こういう形で作っていこうかなと思います。どういう構造になっているかというと、ちょっとひっくり返してみましょう。その前に、こう桟が通っていて、中にアクリル、まあ、2枚アクリルでもいいんですけれども、ちょっと試しに下はポリカーボネートというものを、入れています。はい。じゃあちょっとひっくり返してみますね。はい。ひっくり返すとこういう形になっています。ちょっと簡単に説明すると、ガラスや、まあ、アクリルは、まあ、例えば交換したいという時が出てきます。そういうように、こう落とし込んで、そのアクリルやポリカーボネートをこういう酸で、受け止めてやると、しっかり、押さえてやるということが大事になります。そういう作り方をしていきます。はい。で、今構造を説明すると、その受けてやる、そのこういう彫り込みですね、こういうのは僕ら通常トリマーという道具を使って1枚の木をこういう形に L 字に彫り込んでやって、そこにこういうものを落とし込んでやってるんですけれども、それはかなり手間がかかります。綺麗にできるんですけども、手間がかかるので、今回はこれを、この扉の材料を2枚、この幅が違うものを貼り合わせて作っていこうと、そういう形の算段になります。はい。で、その材料を、今先ほど準備しましたので、ちょっと確認していきましょう。それでは、これがパネル層ですね。聞いたことある方もいらっしゃると思います。どういうものかというと、ホームセンターとかで材料を買った時に、何かを切ってほしいという時によく、そのスタッフの方が使うものですね。で、教室ではこれ生徒さんに自由に使ってもらってるんですけれども、ホームセンターでは買った材料であればそこで、スタッフの方が切ってくれます。ただし自分で切るというのができないので、ワンカットいくらという形で切ってもらうことができます。で、ちょっと一つのコツになるんですけれども、そのホームセンターで、カットをしてもらう時の、伝え方のコツっていうのをちょっとご説明します。ホームセンターに売られている合板や例えば 2×4 材っていうのは、角がきっちり直角が出てるとは限りません。なので、まず初めに直角を出してもらうっていうのを伝えることが大事です。端切りしてください
とか、そういう形で伝えれば、じゃあ、きちっとまず恥を落としてから、カットしてくれるというような形になります。それを何も言わずに、じゃあこの寸法で切ってくださいというと、もしかするとその端っこは直角が出てないかもしれません。なのでそういう形で、きちんとまず初めに、直角を出してくださいねということを、伝えたら、スタッフの方もあこの人ちょっと分かる人やな、できるだけ丁寧にやろうというふうに、思ってくれると思いますので、はい、まずはその端切りをお願いしてみるといいと思います。はい、それでは実際の使い方を見てもらおうと思います。まあ、ご自身でやるってことはないと思うんですけれども、どんな作業になるのかっていうのを、見てもらえればと思います。まずこれ、ホームセンターで買った材料だとしましょう。これを縦に3センチに切りたいです。自宅でやるのはすごい大変ですね。丸の子を使ったり手の子でと言ったらもっと大変です。パネルソーで一発で切ります。3センチに切るには、まず目盛りを3センチに合わせます。こういうもので3センチ、はい、目分量です。3センチのところに合わせたら定規にきちんと材料を当てます。で、ここからちょっと音がうるさくなるので、僕の言葉はなくなりますけれども、作業としてはこういう形です。こういう形で、ホームセンターの、スタッフの方がどんどん切ってくれると思います。その寸法はまた、別の URL に書いてありますので、そちらもご覧ください。はい、じゃあ、どんどんちょっと作業していこうと思います。じゃあそのまま長回ししてください。はい、はい、それではこういう形で、今4種類の木があります。内側に入ってくる、十字のバッテンの、あの3は1回忘れましょう。まずはじめに、フレームの方から作っていきます。これが今4枚ずつあるんですけれども、扉を2枚、開き戸なので2枚作ろうと思っています。2枚なんですけれども、その1枚の扉につき2枚を貼り合わせにしようと思うので合計4枚ずつの材料になります。扉の長いものが、2種類ですね。扉の、あと横になるフレームが2種類。そういう形の材料が準備できました。はい、じゃあこれを実際に、組んでいきましょう。それでは、切られた材料を並べていきます。で、扉を2枚、貼り合わせる形になるんですけれども、まずその前面部、一番きれいに見せたいところからやっていきます。幅の広い方ですね。を組んでいきたいと思います。で、その幅の広い方というのは、一番綺麗に見えるところなのでちょっと気を使ってやっていきます。この、その前面部になるものの組み方なんですけれども、一応家具の世界では決まりがあります。扉を作るときは、ですね、縦勝ちという法則があります。縦勝ちってどういうことかというと、今、ここの部分に注目してください。これ組むときにこういうふうに組む方法とこういうふうに組む方法があります。で、今こちら側が短い材料です。で、こう組んでしまうと家具の世界では、接着剤がなかったらどうなるかというようなことをよく考えます。これ接着剤がなかったらガラスの重みで下にスコーンと抜けてしまいます。使っているうちにどん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 ここが緩んできて扉が広がってしまう、もしくは抜けてしまうということがあり得るので、家具の世界ではここホゾでつけるときにこういうふうにつけてやります。で、縦の長い方が勝っているので縦勝ちだから、扉を前から見たときに縦勝ちの方がより扉らしく綺麗に見えるので、一番この手前に来る材料、このフレームですね、まず1枚目のフレームというのは縦勝ちにしてやります。はい、で、こういう形で並んでいくわけですね。はい、それだけ注意して、やっていきましょう。はい、
じゃあ準備するものですね、まずこのタッカー、よく、まあ、普通にホームセンターとかで売られているものですね、長さもいろいろ選べるんですけど、玉の長さはこれ、長さが13ミリなのでそれ以下だといいです、こういうものを一応購入してください、いくらぐらい入れ替えるかな、1000何本くらいなんですか、1000いくらか2000円ぐらい、まあ、2000円あれば買えると思います、まあ、間違ってたらごめんなさい、はい、まあ普通に廉価に買えるものですね、はい、じゃあこれで留め付けていきます。まずはじめにこの縦勝ちですので横のこの部分小口にボンドを塗ってやります。はい、今簡易的に指で伸ばします。本当は両面に塗ってやればいいんですけれども、ちょっと、何でしょう、形式上ちょっと省略しますね。本当は縦のフレームにもきちんと塗ってあげた方がいいかとは思います。はい、ではこれでこういうふうに置いてしっかりくっつけます。この時にこの間にゴミが挟まらないようにしてあげてください。ではみ出たボンドは、まあ後で大丈夫ですけれども拭き取ってやります。はい、ではここでタッカー使います。タッカーで3点ぐらい、きちんと間をまたがるように3点、もしくは、まあ、ちょっとやってあげてもいいです。はい、これでこういうふうにタッカーができました。で、ここがもう接合されましたね。で、このタッカーが、前に出てくるんじゃないのと、言うかもしれないんですけれども、とりあえずこれこの2枚合わせる側の裏側だけに打ちますので最終的には見えなくなります。はい、なのであまり気にせず、できるだけ、まあ、打ってやった方が本当は一番いいですね。はい、こういう形です。では同じようにこっち側も打ってやります。端っこをしっかり合わせて、で同じように打ちます。タッカーはちょっと女性でも、まあ、力がいるかもしれませんが体重で押してやってください。ホチキスみたいに握るというよりはしっかり上から押さえて体重をかけてやったらしっかりこういう形で止まってくれます。体重をかけて打つ、はい、こういう形で、止まりました。この時に一応確認しておきたいのが直角ですね。はい、でホームセンターで、さっき言ったように直角にきちっと切ってもらっていればこれがきちんと直角になるはずです。もしそうじゃない場合、まあ、もしくは自分でちょっとこうひねってつけてしまう場合もあるかもしれません。なので一応こういう差し金もしくはもうノートでも何でもいいんですけれども直角が出ていそうな四角いものを当ててきちんと直角が出ているか、そうじゃないと歪んだ窓になってしまうと、後々その閉まらなくなるとかそういうことが出てきます。直角を確認しながらやってください。ではこういう形で、タッカーで全部、組めて一つの口の字状の、フレームが組めました。試しにひっくり返してみます。はい、でこの時に、本当はこっちも全部、タッカーで打ってやったら頑丈になるんですけど、これそのまま持ち上げると裏側はくっついてますけどこっち側はくっついていません。でここにタッカーを打ちたいんですけど前から見た時には綺麗にしたいのでこっちには打ち込まないようにしましょう。で、一応このひっくり返してボンドが固まる前に、そのはみ出たボンドだけ拭き取ってあげておいてください。そしたら、これで、表側に出てくるフレームは一つ完成です。で今度裏に留めてやりたいのがこういう形ですね。今度はこうなります。さっきとの違いなんですけれどもこの縦の3に横がくっついているというような状態だったんですけれどもさっきの通り持ち上げたら、ふにゃふにゃしました。これ同じようにここの切れ目に揃えて作るとどうしても弱いんですね。なので今度は
横を伸ばしてやって、そこに縦がくっつくというようにしてやりましょう。で、通常を扉というものは縦がちと言ったんですけれども、こっち側は裏になるので、そんなに、気にしなくていいかと思います。なので、後ろの方そんなに見えることが少ないので、横がちにしてあげましょう。そういう形で組んでいきます。はい、それでは同じようにこの縦がち横がちに、注意しながら、接着していきます。まず接合部分になる方できたら両面塗ってあげてください。これ今場所が少ないので、1枚目の表に出てくるフレームの上でやってますけれども、広い場所を取ってもらえればどこにどこでもやりやすい場所でやってもらって構いません。はい、こういう形でつきました。これを同じようにタッカーで端っこをしっかり合わせて止めていきます。同じはい、こういう形でしっかり止まりました。では同じように反対側上の方もやっていきます。